さあ、それじゃあ今回も千葉県続けていきましょう。自国のね、仲介なんだけど、ちょっとね、考えたのさ。これ、お、カンスケかっこいいぜ。まあ、アシナに仕掛けると、有利ではあるし、城を取れそうなところまで行くんだけど、まあ、間違いなく、伊達家の仲介が入って、まあ、攻撃はね、こういう感じで失敗に終わりますよと。だったら、いやもう健康一滴、狙うのは伊達領なんじゃないかなって思うんだよね。で、多分っていうか間違いなく、北条の援軍を使って伊達家を攻撃するっていうのは不可能なのさ。っていうのは、領土が単純に離れてるから。北条領から、この小高城に援軍を出すことはできないと思うんだよね。だから何をするかっていうと、伊達との停戦が切れた瞬間に、うちは臨戦態勢を整え始めて、伊達家が攻めてきたら、防衛を呼ぶ。で、防衛を呼んで、その防衛の方が当然兵をたくさん出してくれるから、防衛の軍と合流して、威風でもって一気に押すみたいなさ。そういう感じで、攻めるのがいいんじゃないかなと思うんだよね。ていうか、それしか、戦う、活路が見出せないんさ。まあでも今回はそれを狙っていきましょう。まあ、失敗したら失敗したで、笑ってやってください。で、あと2ヶ月で切れるけど、まあちょっと、今じゃないよね。まあ今回は停戦、仲介にしましょう。で、飯野平、連兵場があるんで、まあ金が1000貯まったら連兵場潰して、灌漑水路作ることにしましょう。僕連兵場好きじゃないんでね。よろしいですか。さあ、伊達家の停戦は期日となった。ただうちの兵力界も全然整ってないんで、まあ今は、まあ、来たとしたら仲介を取るともう整えてるやる気満々だな伊達。まあいいけどさ、じゃなきゃ困るからね、むしろこっちとしては。さあ、これで1000貯まったね。じゃあまずは、府中城から立て直そう。ここを撤去して、灌漑水路に、あれ、側近がいるな。立て直します。側近は当然、代官にした方がいいよね。タコの地に収めましょう。種秀を。ありがたき幸せ。は、老け顔15歳か。いたな、そりゃ。まあ、多分、伊達すぐに来ると思うんだよね。だって明らかもう僕だって攻めるよ、こんなん。どう見たって餌じゃん千葉って。まあ背後に北条が控えてると思うとちょっと怖いけどね。よろしいですかね。アシナとの停戦2ヶ月、あ、これは無視で、ね、アシナはまあだからこの辺の領土取られちゃうかもしれないけど、まあ、とりあえず今はよしとしましょう。申し開きもありません。小細工を下ろしやがって。瓦礫被害、まあ、取り除きましょう。来たぞ。で、まあ、ここは、待てよ。これでさ、例えば、北条から援軍を呼んで、そうそうそう。小高城に援軍を呼べないのさ。ただし、防衛だと1万近く動いてくれるんじゃないかな。うん、1万動くね。だこの1万と、うちの房総半島の軍、まあ、大体1万トントンぐらいいるから、それを全てここに集結して、伊達軍を殲滅して一気に押し返すみたいなさ、そういう感じで戦いたいんだよね。まあ、今は仲介です。依存はない。ざまめよ。ほんとにさ。この仲介システムなぁ。なんか無視できたりとか、ね、黙殺できたりすると面白いんだけどな。なんか今、スーってなんか飛ばなかった。なんか飛んだよね。なんだったの今。まあいいや。まあひとまず、飯野平もここ、連兵場があるから、1000溜まったら、連兵場破壊して、まあここも考えするかなんかにしよっか。で、そう。政策どうなっとる？まあ、海上輸送をやって、橋梁収入増やしたけど、幌州結成しても障害ないしな。
灌漑整備いくか、これ。国高プラス150だもんね。灌漑水路中心に開発してっからさ、これ多分大事だと思う。収入が落ちることになるけど、まあなんとかなるっしょ。いや、なんとかなるか、これ。40にはだいぶきついぞ。さあ、鈴木が滅んだぞ。織田膨れてるなあ。そうだよね。いや、朝倉でかっ。もたもたしてるとさ、手つけられなくなっちゃうんだよね、このゲーム。それが怖いよな。途中でさ、あの難易度変更できんだっけ？あ、できるわ。あ、困ったらこれ、超初級かなんかにしちゃおう。まあ、基本はね、ずっと上級でいますけど。これゲーム中に変えられるんだね。知らなかったわ。さあ、赤い木が滅んだ。朝倉やば。赤いもプレイしてみたいよな。赤いの重さね。かっこいいもんな。よろしい。赤いの重さってシングルなんだっけ？さあ、停戦期日となった。じゃあ、ここで、臨戦態勢整えましょう。大高城。予想できる3万1000。いやこう、無謀な戦いじゃないか。多分伊達すぐに仕掛けてくると思うんだよね。で、来たら、北条の防衛の軍を呼んで、一気にって。いや、ちょっとなんか、いいっすか、自分また、チキンセーブ、チキセをやって。いざとなったらここまで戻ろう。もう後戻りできないぐらい、整えてっけどね。これでダメだったらもう素直に諦めて、ごめんなさいからのエンドでいいんじゃないかな。シリーズエンドで。ダメかな。もしくは超初級。こっそり、こっそり超初級。見てりゃわかんのかね、やっぱりね。難易度、あ、こいつ難易度落としたなって。どうなんだろう。アグレッシブさが足んなくなるのかな。AI に。さあ、伊達仕掛けてきてないかな。でもまだ臨戦と取ってないからか。まだ早いか。信用6時に到達。まあ、交渉に移ったとしても、別に何ができるわけでもないからね。あれ？あ、攻められんだ、小高城って。まあ、でも2500だから、話にはならんわな。まあ、とりあえず、今は、保留で。伊達が仕掛けてくるのを待ちましょう。いや、相手も、伊達も臨戦整え出したぞ。上等じゃねえか。いや、レッツパーリーと行きましょうか。飯野平、浄化施設。まあ、櫓を潰し、商人町にするこれ。ワンチャンこれ、また考えするでもいいような気もするんだよな。どうしよう。まあ、金ないから、商人町にしとくか。いや、なんか、弱気な判断のやつ、考えにしよう。こちらに。さらに兵力を高める。これで3500くらいいくんじゃないかな、インドダイヤの兵力ね。いや、伊達来ないな。あ、来た！来ないなと言ったら来たよ。2万よーし。じゃあ、ここでまずは、北条軍の援軍を呼びます、防衛でね。1万1000。依存はない。で、さらに、我らの軍も出ましょうか。とりあえず、飯野平城へ行きましょう。兵力。味方総兵力3万3000。あ、結構いるね。ね、ここに1万7800いて、で、北条軍の1万か。あ、いるじゃん。戦える、戦える。全然戦えるよ。で、あとは、風を起こせるかどうかなんだよね。北条の援軍がいるから、これ北条の援軍ちょっと早く出しすぎちゃったかもしんないね。もうちょっとさ、引きつけて引きつけて出せば、うまーいことを、風吹かせられたかもしんないけど、うん、ちょっと早まったかもしんないな、これ、北条援軍。もうついちゃってるもんね。氏康？佐竹義昭か。1、2、3、4、5、6、7。8だもんな。8が遠いんさ。
これ威風弱で我慢するしかないかもしれないな、もしかしたら。考えするできた。ね、弱っぽいなこれ。まあ、正直弱でも小高城の周辺まで行くことができれば、そっから一気に圧殺できるんじゃないのかなと思うんだけど、どうかな。陣を構えよ。戦の始まり。まあ、ワンチャン本当に弱でしかなかったら弱で諦めることにしよう。さあバンバン動いてるね。さあ合戦艦になった。じゃあこのタイミングで飯野平城からも出陣します。ひとまず小高城狙いで、で合戦か6じゃないこれ、6だ。で78がこんな結構遠いんさ、だからここは弱で諦めましょう。まあ倍する兵力だからね、これは圧殺できるね。これを全滅させてしまえばかなり優勢にことを運べると思うんだよね。音がかっこいいな相変わらず。まあ圧倒的優勢なんで、まあ、ここはスッとカットしてしまいましょう。さあ撤退、いいね。あ待て、これ制圧したら勝ちじゃない。あー勝っちゃった。全滅させたかったな。まあどこ映したのカメラ。まあしょうがないか。さあまあ初戦勝利。いや種宗の隊ね、全滅させたかったね。これで一クリ砲撃来てくれたら神なんだけど、どう。いやだよね。まあ解放でいいか。ありがたく帰らせてもらう。さあでこれで小高城手前まで行けないかな。どう。うん、うん、行った。驚きず行ったね。義なき力は無に等しい、千葉家に義ありや。また語ってるよあの人が。さあいやまあ後ろの軍やっぱすげえ後ろにいるな。これ一回集結した方がいいのかな。で小高城行こう。多分ここジリオンになったから、もしかしたら防衛の兵、北条の防衛の兵ここまで行ってくれるかもしれないよね。やりましたぞ。いや行ってくれないかなこれ、どうだ。あ行ってくれないですねこれね。そうか。いやでもこの位置関係なら北条軍巻き込めるでしょ。小高城行っちゃいましょう。後ろの軍もちゃんと指定してね。さあこれでどうだ。制圧されてるけど、まあそれは問題ないよね。で再び激突して、北条軍巻き込めないかな。4の2巻き込めてないな。まあいっちゃうか。4の2いきましょう。まあ一気火災に落ち潰しておしまいだよね。黒人衆だしね相手。さあ包み囲んで、まあこれで余裕の勝利でしょう。白鳥撤退やりました。問題は南に来てる4部隊だけど、あそれも大丈夫だよねきっとね。よし、じゃあ小高城一気に行きましょうか。強行でなんとかなっかな。城を落とすぞ。包囲7700人だからさ、強行でなんとかなりそうな気しない。策の仕掛けどころぞ。どうだろう。相手兵糧尽きたね。北条軍がいるからこれは多分どうにかなると思う。合戦か。もう片っ端からどんどん蹴散らしていこう。ここは集めずに。なんか大崎義直をこうやって見るとめっちゃ目綺麗だ。さあ撤退。これこのまま一気に押し込めるっていうか、
捕獲もあるんじゃないか、この調子なら。ね、いけるよね。捕獲頼む。うちじ違うんだ。首を通るつもりはなかったんだ。まあしょうがないね。それこそ侍のチリザマよ。はい、見事勝利。よし、いけるかな一気に。相手の反撃もだいぶ弱いよねこれね。兵糧怪しいんだが、ここは多分なんとかなると思う。よし、ありがとう。来たぞ。まあ片っ端から蹴散らしてやりましょう。あのさ、利光さあ制圧されるけど、矢の雨が降り注いでっからね。まあすぐに打ち払えるでしょう。そしたら義弘退路立っちゃうか。まあ、すぐに回想するよねこれね。これはですよね、撤退。壊滅、捕獲してくんないかな壊滅。まあ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 、しょうがない。死に踏み込んできたら殺さざるを得ないもんね。よし、2体目集めて威風賞取った方が良かったかな。それともいいよね。口をしが引く。さあ、鬼は下げつだ。やってくれるね。準備を万端整え。米がない。合戦か。もう、蹴散らしたでしょ。なんてちゃんと喋れなかった。蹴散らすでしょ。まあ、同じような感じでやっちゃえばいいよね。さあ、鬼は下げつ、撤退。いける、いったね。捕獲いや、これ来ないかな、ワンチャン。いやー、でも来ないよな逆に下げつが来ちゃったら、伊達ファンショック受けちゃうもんね。結果は見えておりましたぞ。いや、まあ、見事な勝利でしたわ。捕獲熱いな。なんなら首を切るか。でも将来的なことを考えるともったいないよね。どう？いやだよな。まあそらそうだよな。つえーな、下げつ。ありがたく帰らせてもらうわい。よし、これで取ったでしょ。待て、この2部隊帰ろう。この辺の領土欲しいね。春宗がちょっと鬱陶しいし、よーし、落ちた落ちた。これでかい。さあ、捕獲でドン。義盛来るんじゃないこれ。お使いいたどっちも来た。お前は来いよ。いや、お前は来いよ。頼むよ。よし、あ、この辺一体全部うちの領土になったね。これでかい。でも即座に相馬中村行きましょう。城攻めですか。あ、北からさらに動いてる南部が。ほら、南部動いてるの熱いなこれ。このタイミングで不甲斐なし。大型の台風来ないでね。今大事な時だから。お、頼むぞ。空気読めよ。頼むと、よしよし、それでいい。西日本直撃。いやー、でかいですね。田村明盛。申し上げます。能力的には。ああ、微妙。セーブ29。いや、いらんな。これさ、小高城にじゃあ、いよいよ、里見を入れるときは来たんじゃないかなと思うんだよね。まあ、予定では里見で。里見の忠誠ちょっと低いんだよね。気になるけど。兵糧がもうないね。ここまでかな。まあ戦やめるんだったらね、それこそ外交でさ、講和しちゃえばいいもんね、仲介で。
戦が始まるぞ、うん、あ、待って、宇都宮が破られた。これ多分ね、講和だわ、ここで。うん、仲介でいいと思う。こう防衛ってさ、あ、さすがに小高城は出せないんだ。じゃあこっから先はいよいよ足並量が欲しくなってくるんだよな。構いません。ねえ、足並量取らんと底上げができんよね。ご命令とあらば。で、北条とは新選をね、新選を続けましょう。始めようぞ。いや、何にしろこれ小高城取るなんてでかい。まあ、問題これからだけどね。よし、じゃあ小高城の城主を里見義隆に任命しましょう。これ忠誠大丈夫だよね。上がってくんないかな。上がった、よし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 。青になった、神がかってる。ありがとう。城主量最大にして、空いたところに、岩木重隆入れとこうか。ありがたく存ぜ。まあ、最前線中の最前線だから、ちょっと強いの入れとってもいいよね。ありがたいの。いや、こうなってくると武将がだいぶ少なくなってきたな。そうすると、やっぱり田村、あ、くそ欲しかったな。だったらね。まあ、ひとまずは小高城を整えましょう。ここいろいろ、そっか。里見義隆いろいろできんね。これまあ進軍でしょう。連兵連兵考え考え考えで、とりあえず考え3つ作らせて、まあ連兵は、破壊して違うものに建て替えちゃえばいいよね。政策は。馬術指南。ああ、できるようになったか。でも、やろうとすると金なくなっちゃうからな。と、やっぱ従属してるからか。威信が全然、足りないね。威信ってどうやってあげたらいいんだ。家宝買ったら威信上がったりとかしないかな。なんか、あれよね、官位をもらうと威信増えるんだよね。ありがたく。かといってに来ます。簡易なんかおいそれと自分からもらえるもんでもないしね。まあひとまずはてか改良したいよな。ねえ、この増築制度改新にはさマストなのさ。アシナを滅ぼしたらその頃にはなんとかなってっかな。多分、アシナと戦しようとすると、また、伊達が仲介してくるんだろうか。なんか、伊達もでもさ、これ、この戦に負けると、南部に攻め寄せられてさ、結構きつそうにしてっから、威信が低くなっててもおかしくないじゃない。そしたら、いけるような気がしないでもないよね。アシナも。だからまあ、次はまた狙いをアシナに切り替えて、っていう感じですかね。今なんか伊達なんか特に、南部に攻め寄せられてさ、きついんだから、攻め時っちゃ攻め時なんだよね、足の。焼き打ち破壊。さあ、富吉隆がなんか、生き生きとしだしたな、上司にしてね。流言してくんねえかな。武将が欲しいわ、今。あれ？あ、増築ってマニュアルでできたっけ？あ、そうなんだ。あれ？できたっけ？ちょっとするけど。考え水路。増築しようか。ああ、商人町の方がいいかな。先、商人町から行こう。金欲しいからね。やり遂げてみせましょう。そっかそっか。じゃあいいじゃんね。さあ、北条の外交が、まあ、北条の外交は、ああ、伊達やっぱ取られてるね。北条の外交は基本伊達との停戦に使うことにして、アシナは多分独力でなんとかなると思うんだよね。だから、森山のこのお米マークが消えたら、臨戦態勢整えて、菅川城を再び狙うことにしましょう。でもあれね、こうなってくると、今度は逆に南部が怖くなってくるかもしれないね。
南部どっかのタイミングで、あ、でも取り返したね、伊達。まあこの辺りはしばらく膠着状態かな、南部と伊達は。その間に南でね、大きく押し上げたいよね。よろしいですか。さあ伊達の停戦が期限切れ。これ今さ、援軍頼むどうなの。あ、っていうかここも狙えるんだね、相馬中村も。菅川9100か。まあまあまあ、とりあえずはよしとして、森山城の兵糧も消えたんで、じゃあ攻略目標菅川再び指定しましょう。小高城は一応まだ外そう。じゃあこれで、これはよし。まあ、当然伊達の援軍出てくると思うんだけど、伊達は伊達ですごく苦しそうにしてるからね。だからまあなんとかなるとは思うんだよね。さあ元服垂れぞ。強いの来ないかな。うわっ、あっ、岩木近田か。そこそこなんだよねこの人ね、ビジュアルはあれだけど。あ、これありがたいわ。励んでもらおう。交渉はまあ今はとりあえずいいかな。じゃあ早速代官に任命しますか、近田かをね。本願寺商人が死んでる。権女が後をついたね。さあパワポワしてる。うん、港建設、これは当然やっておこう。港建設収入増えるもんね、やっぱり。あれ、和田ってうちの武将か。あれ、しまった。そうか、何勘違いしてんだ。変な勘違いしてたわ。まあまあまあ、寝返りたいやつは寝返らせときゃいいんだよね。結局最後はうちに戻ってくることになるんだからさ、後悔してごめんなさいって神戸垂れながらさ、まあ、そしたら温かい目でまた迎え入れてやろうよ。じゃあ行きますか、再び菅川城で。里見義隆は命令を下され、指示取り消し、城へと戻らん。これで行きましょう。みんな続きなさい。で、伊達の援軍出たね。ということは伊達が攻めてくるってことはないから、なくなったから北条の援軍を頼みましょう。15,000、これはきついだろう。あとは伊達の仲介があるかないかだね。これでまだ仲介できるようだと参ったっていうことになっちゃうんだけど、どうかな。まあ維新さは当然向こうのが大きく上だからねっていう風に考えるときついのかもしれないけど、どうだろう。うん、来た。待て待て待て。それぶつかるわけにいかないよ。始まりだ。一度引いて、いざ進め。北条軍が押し返してるね。で、再びここに行こう。いなくなったから。鬼の犬間の選択ってやつよ。で、対象部隊がこれだね、種富。まあこのまま全軍でもって菅川に押し込んで、城攻めです。ワンチャンこれ威風8あるな、中ね。8部隊いるよね。さあ合戦か、どう。8部隊いる。ちょっと待って、ね、あのいつものいいっすか、チキセチキンセーブ。え、だって怖いんだもん、負けんの。難易度落とさないだけ前、マシだと思って。行きましょう。石川の戦い。まあでも、セーブするとはいえさ、まだやり直しないから、一回。だからまあ、一応ね、一応。さあ、戦力と、そうだね。宇都宮5000が、すごく頼りになるな。相手の右翼がすごく薄い。だから、そこをこの2部隊で抜いてやって、この種までの5000、春までの5000、獅子祭の5000がすごく怖いね。逆に言うと、相手の左翼型もそんなに分厚くないから、まあ、そこを中心に攻めればなんとかなるんじゃないかな。
行きましょう。まあ、このコロンビアはあの取りに行かない。逆に取り行ったら多分良くないことが起きるから。こっちでしょ。で宇都宮はここで待機しよう。で原もここで待機で、ここに入ってきたのを蹴散らすみたいな感じにしよう。でうちの左翼は強気で攻めます。相手が567の、しかも二本松って黒人衆だからね。で白川も黒人衆だから、この二部隊は多分あっという間に蹴散らせると思うんだ。ん、布陣が変わったぞ。相手方の左翼が随分薄くなった。これすごく有利なんじゃない。佐竹義明もあ、槍合わせ始まってんだ。じゃあ、まあ当然こうだよね。でこちら側もこうね。そしたらどうしよう。種宗そったよね。当然こっち来るよね。さあ宇都宮はここにあって、大城はここで、ここに入ったら千葉種宗で叩こうかなと思うんだけど、この後ろの部隊が多分介入してくるような気がするんだよね。だからこう言っとくか。二本松はこれで挟み撃ちできるよね。アナサーも挟み撃ちできる。でここでしばらく止めてくれれば、あーでも獅子祭がここにいるのか。そうか、撤退。じゃあ佐竹義明背後ついて、里見義郎ここに来よう。で引きずり込んで背後をつくっていう感じで戦おうか。コロンビア取れたらいいけどね。さあ種宗をこれで引きずり込めるね。敵を蹴散らさん、敵に痛手を当てます。騎馬突撃レベル3だっけ宇都宮は。まあ3でもねなかなか痛いよね。腹がすごい引いてるな。ここで耐えられるかな。で佐竹義明こっち来よう。ちょっとだいぶ不利だけど、まあ時間稼ぎみたいな感じで戦えたらいいかな。その間に種宗をね蹴散らせればでかいんだけど、どうかな。どこまで我慢できるかだよね。まあこちら側はアナサーと清水隊はまあそうなるよね。で原種貞は少しずつ少しずつ引いてこよう。そうこうしてるうちに多分種宗が撤退すると思うんだよね。狂気入ったね。全体的には狙い通りに進んでるんだよな。いやもうちょっと頑張れ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 、頼む頑張ってくれ。よし、違う違う違うよしじゃねえんだ。種宗が引いたらよしなんだ。よし、今度こそよしよし。そしたら宇都宮隊を松本隊にぶつけて、原隊がちょっと休もう。いやー、宇都宮隊突撃いいね。さあ休憩に入る。で大状態種宗狙っちゃおう。もう種宗は戦闘力を持たないからね。ん、獅子祭が来てるぞ。こんなとこに待てよ。そしたらこれ良くないな。一回引こう。取られちゃう。まあそれは良しとして、種宗壊滅捕獲しないかな。よし、これで相当きつくなるでしょう。さあここは取られちゃってもしょうがない。相手方の守備の人数がね、部隊数が明らかに足りてないのさ。だからどうしようかな。宇都宮回復したね。じゃあ再び春宗にぶつかろう。いやー、那須隊ちょっと苦しいか。この1500うるさそうね。だからここに居座ろう。多分ぶつかってくるから、そしたら引く。ぶつかってこない。さあこれはどうしようもなかろうて。
向かうは敵の軒口ぞ。さあ強撃で消える。でここも取り返せるね、すぐにね。これこうでしょ。試される時ぞ。うん、まあ、ことはどう思うものは続け。なんとかなったね。やりました。これ威風中だからさ、城取れないかな。城取れると思うよね。一つ、ワンチャン二ついけるかなって感じだけど、どうだろう。突撃いってる。頑張れ頑張れ。決めてやりましょう。いや、もう少しだ、もう少し。みんなここ気合い入れろ。本当にもう少しだぞ。勝利は目の前だ。その身で確かめよう。さあトントン叩いてる。よし、撤退したよ。よく頑張ったの、吉弘。さすが里見だね。さあ大林氏のがナスタカスケだけど、うん、まあしょうがないしょうがない。よく頑張ってくれたよね。こうなってくると大状態が頼みだな。いやでもどっかで多分落ちると思うんだよな、の菊池が。そしたら勝利よ。さあ春宗撤退。伊達軍もこれで全滅か。さあ、まあしょうがない。獅子祭と種富が激突になったけど、これ大丈夫かな。まあ大丈夫だねきっとね。おかわり、そうか、おかわりいたな。撤退。これ軒口が落ちたら勝ちだね。勝った。よし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 、威風中だ。いや結構きつい戦だったな。被害もだいぶ出たね。いやもう敵の本当に主力中の主力をこれで蹴散らしたからね。この勝利に勝るもんなし。三春まで届かないかな、威風中。さあ頼むよ、三春まで届け。いけ。おお、いったいったいった、すげえすげえいった。驚きぞ。いやこれでけ。ありがたき幸せ。お、めちゃくちゃ取れたんだけど。士官二人、柿崎。両腕があります。なんで南部に追い出されたってこと。仕留めてみせますぞ。と浜田博綱。お聞きくだされ。あ、結構強そう。うわ弱っ。あ、でもトースト62 V63 か。まあ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 悪くないね。早速始めまする。いやー、この勝利でけ。バカでかいね。いやこれでアシナはもう大体目処ついたな。と、次はそうなってくる伊達だな。やっぱこうやって見ると伊達、大いに手強そうだもんね。いや、まあ何にせよ勝利できてよかった。これ、この余力を買って、黒川城いけないかな。兵糧的にすごく厳しそうだ。じゃあまあ今回の戦は、ここまでですかね。はい。ということで、いや、この威風中、すごくでかかったね。まあ、次回、さらに北に果たして勢力を伸ばせるのか。てか、本当は最初、関東制圧してって思ってたけどさ、関東制圧なんか夢のまた夢だよね。まあ、こっから再び、領土を広げていきましょう。はい。ということで、今回も、今回尺だいぶ長くなっちゃったけど、まあ、勘弁してください。はい。ということで、今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様です。